浄土へと送って差し上げましょう。お願いだから話を聞いてってば。相手をするなと言っただろう。証しに、はあ、人の欲とも、こうも醜く、果てのないものなのですが、あなた方はとても幸運です。この地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。この不思議庵剣士にも正しい道へと導いて差し上げます。槍の攻撃をうまくさばくのだ。それと、なる、一度地獄へ落ちて魂を浄化するのです。その道案内をしてあげましょう。お願いだから話を聞いてってば。わらわ、さすがにイラついてきたな。と、あんた、どうだ。はかり、それ、鋼、それやりますね。もう十分生きたでしょ。それと、やばっ。あいつの動きをよく見て。やりますと、やっ、どうだ。それここだと、やばっ。どうだ。もう少しで倒せそうよ。やるじゃん、イオちゃん。いけ。それそれそれと、やばっ。ここだ。それと、やばっ。いや、どうだ。この身が尽きるには早すぎます。そう、からくりを強化すればさらなる高みも。